アンワール・ティン・ハーンは、南インドのカルナータカ大使。1672年、アンワール・ティン・ハーンは、アワードのゴーパーマウルに生まれた。アンワール・ティン・ハーンは成長すると、ムガル帝国の軍隊に入隊し、すぐに行為に登り詰めた。また、アンワール・ティン・ハーンは、ニザーム王国の思祖カマルティン・ハーンにも見出されて、その右腕となり、1724年に、 彼が独立した後、1725年に、ラージャムンドリーの支配も委ねられた。1742年10月13日、カルナータカ大使、サフダル・アリーハーンが暗殺されると、デカン地方のニザーム王国も、彼の正当性を支持し、カルナータカ地方政権の領土に、不評20万と、騎兵8万の軍を送った。1743年3月、ニザム軍は、 首都アルコットを占領した後、カルナータカにおける権力の確立しようと、ティルチラーパッテのマラータを包囲し、8月29日に、これを占領した。この時、アンワールティン・ハーンは、その指揮官を務めた。1744年3月、大主サワーダ・トゥラー・ハーンに世イの貢献役であった、ホージャブドゥラー・ハーンが暗殺されると、同月28日に、 アンワールティンハーンが新たな貢献役となった。そして、7月に、サーダトゥッラーハーン2世も、ここに、カルナータカ大使は、ナワーヤとアサに代わり、アンワーリーアサが世襲するところとなった。これに激怒したのが、ナワーヤとケのチャンダーサーヒブだった。彼は、サーダトゥラーハーン2世の義理のおじで、ドーストアリーハーンの娘婿である自分こそが、 新大使にふさわしいと思っていた。これにより、ナワーヤとアサとアンワーリーやア,アサとの対立が生じることとなった。デュプレクス当時、インドの覇権をめぐって争っていたマドラスを拠点とした、イギリスとポンディシェリーを拠点とした、フランスの争いが持ち込まれ、同年に第一次カーナティック戦争が勃発した。その際、アンワール・ティーン・ハーンは両軍に陸上における戦いを禁じた。 イギリスとフランスは南インドの地で4年にわたり争い、フランスはジョゼフ・フランソワ・デュープレックスの元優勢に戦い、1746年9月21日にはマドラスの戦いでマドラスを占領した。その際、アン・ワール・ディン・ハーンはフランスのマドラス占領に抗議し、フランス軍に対して軍を差し向けたが、その強力な火器により退却を余儀なくされた。 1748年10月にヨーロッパの戦争が終わると第一次カーナティック戦争も終結した。アンワール・ディーン・ハーンの次第一次戦争が終結した同年デカンのニザーブ王国ではアーサー・フジャーが死亡し息子のナーシルジャングと孫のムザファルジャングが王位を争っておりフランスはこれに目をつけた。また同じ頃にマラウター本国で遊兵されていたチャンダーサー・ヒブも 解放された。また、フランスは、カルナータカ地方政権とニザーム王国の内部争いに関与し、デュプレックスは、チャンダー・サーヒブやムザッファルジャングと同盟を結ぼうとした。ムザッファルジャングもオジナーシルジャングを倒すため、チャンダー・サーヒブもアンワール・ティン・ハーンから大衆を奪うために、これに参加した。そして、1749年8月3日、アンワール・ティン・ハーンは、 アンブールで、フランスとチャンダー・サーヒブ、ムザファルジャングの連合軍と戦い、敵の教団に倒れた。これにより、第二次カーナティック戦争が勃発し、チャンダー・サーヒブと、アンワール・ティン・ハーンの息子、ムハンマド・アリー・ハーンの二人が、カルナ・ータカ大使として並立することとなった。ありがとうございます。